こんにちは。今回は模様編みを紹介します。この模様は以前に紹介しました鎖編みのまた違うパターンです。長編み、2目を編み入れて作る鎖編みの模様編みを紹介します。表側も裏側も同じ編み地です。伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。今回の模様は長編み2目を編み入れて作る鎖編みです。最初の1模様が鎖編み4目が必要ですから、今回は5個の模様を紹介しますので、20目の鎖編みに最初に1目必要ですから、21目の作り目で編み始めます。21目の作り目のところから最初は鎖編み3目を編んで、鎖編みを編んだ根元に長編み2目を編み、鎖編み3目を開けた4個目に細編みを編みます。次は細編みを編んだ同じ鎖編みに長編み2目を編み、鎖編み3目を開けた4個目に細編みです。これが1つの模様です。これを繰り返して、最後は細編みを1目だけ編みます。2段目はまた2段目の時に説明します。作り目の鎖編みを21目編みました。1段目は最初は鎖編みを編みます。鎖編み3目を編んで、鎖編みを編んだ根元の鎖編みの裏山に長編みを編みます。ここから1、2、3、4個目の裏山です。ここに長編み2目を編みます。4個目の裏山に長編みを編み、同じところにもう一回長編みを編みます。1目に2目の長編みを編みました。次は細編みです。細編みを編むのはここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に細編みを編みます。これが1つの模様です。細編みを編んだところから、次は同じ細編みを編んだところに、長編みを2回編みます。同じところに、長編み2目を編んで、次は、1、2、3、4個目に細編みです。これが1段目の模様です。次も細編みを編んだところから、同じ細編みの編んだところに、長編みを2回編みます。そしてここから1、2、3、4個目に細編みです。次も細編みのところに、長編みを2回編みます。4個目の鎖編みの裏山に細編みを編んで、これで4個の模様ができました。次は最後のところです。細編みを編んだ同じところに長編みを2回編みます。細編みを4個目のところに編んで、これで1段目ができました。次の2段目を編み図で説明します。1段目を編んで最後の細編みのところから、次は2段目です。2段目も編む形は1段目と同じです。
細編みを編んだところから鎖編み3目を編んで、今度は鎖編みを編んだ細編みのところに長編み2目を編みます。次は前段の細編みのところに細編みを編み、同じ細編みに長編み2目を編みます。そして次の前段の細編みのところに細編みを編みます。この模様を繰り返します。最後は細編みを編んで、細編みを編んだ細編みのところに長編み2目を編み入れて、最後の細編みは最初の鎖編み3目を編んだ鎖編みの2個目のところです。この中心の鎖編みのところに細編みを編んで2段目が終わります。3段目は2段目と同じ編み方を繰り返して、毎段同じ編み方を繰り返します。次は2段目です。2段目は鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次は長編み2目を編みます。鎖編みを編んだ細編みの頭に長編み2目を編みます。同じところにもう一回長編みを編んで、鎖編みを編んだ細編みのところに長編み2目を編みました。次は細編みです。細編みを編むのは前段の長編み2目のその次にあるこの細編みのところです。長編み2目の次にある細編みのところに細編みを編みます。次は細編みを編んだところからそのまま長編みを細編みを編んだ同じ1段目の細編みのところに長編みを2回編みます。同じところに長編み2目を編み入れます。次は細編みです。前段の模様の長編み2目のその次にある細編みに細編みを編みます。これが2段目の模様です。次は長編みを細編みと同じところに長編み2目を編み入れます。長編み2目を編み、3個目にある細編みに細編みを編みます。2段目を編むとこのような形になります。細編みのところに長編み2目を編み入れて、次の細編みのところに細編み、この細編みに長編み2目を編み入れて、最後の細編みは1段目の最初に鎖編み3目を編んだ2個目のところです。長編み2目、その次の鎖編みの次にある、ここから1、2、3、4個目のところに細編みを編んで、これで2段目が終わります。3段目は2段目と同じ編み方です。ここから鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。鎖編みを編んだ根元の細編みの頭に長編みを2回編みます。次は細編みです。長編み2目のその次にある3個目にある細編みに細編みを編んで、これが1段目と同じように3段目の最初の模様です。次は細編みを編んだ同じところに長編み2目を編み入れます。
長編み2目を編み、3個目にある細編みに細編みを編みます。3段目はこのような模様になります。次も同じところに長編み2目を編み、3個目に細編みです。これを繰り返します。細編みと同じところに長編み2目を編んで、3個目の細編みのところに細編みです。細編みを編んだところに長編み2目を編んで、最後は鎖編みの2個目のところです。2段目からは鎖編みこちらを向いていますから、3段目を編むときはわかりやすいです。細編みを編むところは長編み2目で、次の鎖編みの4個目のところです。下から2個目の鎖編みに細編みを編んで、これで3段目が終わります。この編み方を続けて編みます。少し凹凸のある鎖編みになります。同じところに長編み2目を編み入れて作る鎖編みの模様です。同じ編み方を繰り返しますので編みやすいと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。